してただろ。ほら行くぞ。あんたさ、頼むから空気読めよ。あんたが話合わせねえからだろ。バレてようがなんだろうが、逃げられりゃいいんだよ。よし、行くぞ。ちょ、おい、こら、ここにはクリームはついてないだろう。本当、どこまで不器用なんだよ。くすぐったい。残念ながら今のところは口にする機会もないんですけどね。そうですね、それが一番難しそうだ。国って変な感じ、はあ、お前に触れられるの兄貴は俺のおかげで救われたとか言うけどさ、そもそも消えたいって思うまで追い詰めた原因って俺じゃねえか。俺が兄貴にくっついて回らなければ、母さんだって兄ちゃんだってあそこまで兄貴に辛く当たってなかっただろう。待って、ここそれはもしもの話だろ。あそこまでひどい、少なくとも洗脳だのなんだのってことは言われてねえよ。悪化させたのは俺なんだ。兄貴だってそれは分かってるんだろ。違う、そんなことない。違わねえよ。兄貴もいい加減俺をかばうのやめろよ。いっそ俺のせいだって言ってくれた方がずっと楽だよ。うちのこと何も知らねえくせに口出ししてんじゃねえよ。俺に同情してんのか、それとも嘲笑ってんのか。兄貴のこと守るとか言っておきながら、一番追い詰めてた俺を見てバカみたいだって笑ってんのか。ここ落ち着きなさい。僕だけに当たるならいいけれど、彼女にまで。うるせえ、もう俺に構わないでくれ。